はい、こんにちは。花のワールドカップチャンピオン、村松文彦のフラワーレッスン。リクエストありがとうございます。今日はブライディを使って、こういうようなブライディですね。これを使ってキャスケードブーケ。で、パープルのキャスケードブーケを使って、やはり普段あるような花で使ってほしいということで、リクエストいただきました。ですから、普段あるようなの、それからこういうような、今、ね、よく出てます輸入のテッセンですね、クレマチス、それからあとスターチス、もう一般的なものですね、スターチス、それから、これ2種類のアロジャパン、2種類のリシアンス、ストルコキキョウですね、それからグリーンゴ2種類、ワイヤープランスと、また出てこない2種類を使います、それを使って、それでこういうブライディを使ってやります。それからブライディパートナー、ね、松村公園なんかにも出てますけど、今回はこれを使います。これパカッと入れることにやって、こうできますので、これを使ってやります。それでまず最初にこういうような、ね、こう自分で形をつけますね。これが、テッセンですね、クレマチス。で、クレマチスで、あとこういうようなグルー、アクアグルーを使います。ね、アクアグルー、もしくはワイヤーでここをくるくるくるってやってもいいと思うんですけど、で、まずこれでこう形を作ります。この時に、いいですか、あとはもう今ちょっとやりませんけど、こういうの全部の羽に、このプラスチックのところに、このアクアグルー、これはアドベーシブですけど、こういうのを使います。それでもう最初に形を作ってしまいます。この中にね。ですから、この後ろ側にもこれがこうきます。で、それでやはりキャスケードですので、ちょっとこうね、こう垂れる感じ、こういうような感じですね。それから、あと、横サイド、こういう横サイド。で、これが大体大きさの形になります。このブーケのね。で、全てが顔は必ずこうして上を向けるということが大切です。で、こうにしてね。それからこういうふうにして、今度はここの方に、前の方にもこうやって持ってきます。で、この時もグルーは必ずつけてくださいね。こういうふうにして、ここにもつけます。こういうふうにして。で、一番問題なのは今度、こうやって上のところ。これを高くしてしまうとあれですので、低く行けてください。こういうふうにしてね。低く。で、今度はこれとこれとの間。よく言いますけど、これとこれとの間に、曲線を自分で描いてください。そして、ここの中にこうやって入れ込みます。こういうふうにして。ね、この時をワイヤーでして、こういうふうにして。で、形がこうできますね。今度、この後ろの方にも、このような形でこう入ってさあ、これで外観の形がつきました。見てください、こういうにして。あ、ちょっと違いますね、こういうにして。はい、そうすると、これがこういうような形でこう、できました。さあ、この間、間に花を入れていきます。ね。で、こちらにもちょっと、入れましょう。ね。こういうにして。こう、今度こっち見てください。こういうにして。こことこことの間にこういうに入ります。そうです。ここ形ができますね。もう一つ入れましょう。こっち側にもこうやって入れます。そうすると、ここに形。で、もしあれでしたら、下げていただいて、そしてこの形が全てこうできますね。それから、ここのところにも前の方にちょっと欲しいですので、これをイメージさせて、こういうにして。ここの間にこう入ります。間にね。あまり花と花とか同じ高さになってしまうと綺麗ではないですので、こういうにしてください。さあ、これに今度は、ね、リシアンサストルコキキョウをこの中に入れていきます。薄いトルコキキョウをこのような形で中に入れます。こういうにして。で、この時も、いいですか、アクアグルー、ね、青を使ってください。まずは外側に、ごめんなさい、これちょっと折れちゃいましたね。はい。外側にこうにして形をつけます。これもトルコキキョウ。こちらの方にもつけます。こうにして。ね、形を合わせて、それで上、必ず上に行くようにこうにして。
ね、こうにして入れます。この時も先ほど言ったようにこの形がこうになるように入れていきますね。これ中心部分にこれが入ってきます。こうにして、でこれも同じ具合にこう入ってきます。まずはパープル系、薄い形がこうにして入ってきます。こうにして、でこっちは前の方がキャスケードですね。ちょっとこうにして、長くして、これも長くします。こうにして、わかりますか？こういうような形でこう入ってきますね。でこの間にもこうにして、すべてがこの間間に花が入ってきます。でこの間に一番大切なのは、なんですか、アクアグルーで、止めていくということが大切です。それから今度中心部分の方にはこういうような形でこれが入ってきます、リシアンソストルコキオ、このトルコキオをできればこういうふうにしてキャスケード、さっきも言いましたようにラインをこう意識して作っていくといいですね。こういうふうにして、こうしてラインでまず形でこういけます。こうして、こうして入ってきます。いかがでしょうか。こうして入ってきますね。ここにも入れましょう。ちょっと待ってください、熱くて ねこんなの相当熱です。クーラーを入れているのに熱いんですね。すみません。はい、こんな感じです。それから今度グリーンをこのような形で間間に入れていきます。ね、こうにして、で気球セス、この時も先ほど言ったように、何ですか、あのアクアグルーを必ずこうつけ込みながら、こういうねアクアグルーをこうやって入れ込みながらつけていくといいですね。まあ、見てください。それで全てこれも形をやってください。この一つの形ですね。で必ずいろんな角度を見て、ね、サブスイングブルー、ブルーではないですけど紫なんかもこういうにして、あと時期的にはラベンダーなんかもいいと思いますね。でこれはメカニカルポイントに向かって全部花を刺していきます。こういうにして、でこれもすべて表を向けて入れてくださいね。こういうような感じで、それから今度この間にまあ全部入れちゃいましょう。こういうにしてね、でこうにして、でこの上の方、この手前の方はちょっとこういうにしてやっていただいて、こう先の綺麗なやつ、こういうようなやつをここに合わせて入れます。こうにして、これもやはり長いですので、アクアグルーをちゃんと入れてくださいね。止めてやってください。こういうにして、さあこんな感じでできてきました。それからあとこれ2種類のスターチス、これはありますので、スターチスもこういうにして真ん中の方に入れ込みますね。こういうにして薄い色を真ん中に、濃い色を外側、あどっちでもいいですけどね、こういうにして濃い色と薄い色をうまく入れながら入れていくと綺麗だと思います。真ん中の方にごめんなさい、濃い色を入れてくださいね。ごめんなさい、僕もちょっとおかしかったです。はい、こういうふうにして、これもやはりあの向きがありますので、向きをうまく利用してこういけてください。こういうふうにしてね、で間間をこうやっていきます。スターチスもそんなたくさんはなくてもこうやってね、2本ずつ入れましたけど、こうやって入れていくときれいですね。こういうふうにして、いかがでしょうかね、きれい、スタッチも綺麗ですね、さあこんな感じでこうできました。それから今度薄い色を今度は外側に入れ込んでみましょう。こうにして、
これも必ず向きを変えていただく。それでこの長い方はこういうふうにしていく。でこれもやはりアクアグルーで、なりアドフェイシブでこう止めていく。でアドフェイシブとかそういうのがない場合はワイヤーをこう巻きつけてやっていただくといいと思いますね。さあこんな感じでできていきました。いかがでしょうか、ね、もうほとんど全部使っちゃいましたね。こうしてスタジスもすごく綺麗です。こういう紫ね、ブルーとはまたちょっと違って、こういうような色を入れることに綺麗ですね。それでスタジスはこういうのはもう一つのラインが使ってますので、このラインをうまく使えば綺麗にこの中に、デザインができていますので、でこういうような感じ見えますでしょうか。あ、今おっしゃいましたね。でこう今ね、あのグルーをつけないでやってますけど、グルーをつけてやっていただくと今みたいに抜けなくなりますので、必ずグルーをつけてください。じゃあこんな感じでどうでしょうか。でこれでできてきました。でこういうにして、はい、かわいいなという思いながらね、こういうにしてやっていた。女性の方ってこういうのパープルがすごく綺麗ですので、でこれにテッセンの綺麗なグリーンをこの中にちょっとこう大きめのやつを入れます。こういうしたテッセンのこう大きいものをね、こうやって入れることにおいて強弱、グリーンの強弱ができると思いますね。でこのポプラスなんかも綺麗ですね。こういうしね、あ、おっしゃいました、よし、よし、こんな感じですね。それからあとこのワイヤープランツをこの中に入れ込んでいきます。ワイヤープランツは細い場合は針金を中に入れてください。でこういうふうにしてワイヤープランツ綺麗ですね。あ、ワイヤープランツすごく好きです。こういうふうにしてワイヤープランツを広げながらこういうふうに入れます。それからしっかりこうやる。でこれ刺すときにちょっと自分自身は自信がない場合は、先ほど言ったようにワイヤーを入れてください。こういうにして、でこれもこういうにして入れます。これも向きは必ず上向きにして入れていただくといいですね。こういうにして、こういうにして、さあいかがでしょうか。こんな感じで、パープル系のキャスケードブケ、いかがでしょうか、ね、本当にこのワイヤープランツっていうのはすごくこういう意味では僕が好きなワイヤー、あのあれです。あとこれに、なんていうんですか、フィニッシングタッチとかそういうの後に使う、素材を入れていただくとすごく花が持つと思います。ちょっと待って、見えない、ね、で今こうやってやるとなかなか刺さらないです。そういう時はワイヤーですね、まあ、今刺さりましたのでこうして、さあいかがでしょうか。こんな感じ ね、ワイヤープランツってすごく綺麗ですから、うまくこう利用していただいてやっていただくと綺麗だと思います。上からかけるというところね、こうしてかける。じゃあちょっとここに綺麗にしましょう。さあいかがでしょうかね。パープル系の花を使ったキャスケードブーケ、いかがでしょうか。先ほど言いましたようにこういうラインをこういうに生かしてやっていく。そしてこういうような横のライン、縦のライン、こういうような感じですね。上から見るとこういうような感じです。そして、やはり、一番大切なのはアウトラインを作った中でこうやって入れ込んでいくと綺麗ですね。それからやはり花だけではなくて、こういうようなワイヤープランツとかそういうものをアイビーなんかを今日は使ってませんけど入れていただくといいと思います。まあこんな感じでキャスケードブケ、いかがでしょうか。皆さんのリクエスト等々、お待ちしております。 LINE QR コード、ね、ここになんか、ね、いつもやってますけどこういうのとか、あと YouTube の概要欄の URL からアクセスしていただくと嬉しいと思います。いかがでしょうか。皆さんのリクエストお待ちしてます。